瀬玲奈と丸山あかね役の白澤かなえです。実は私は福岡県出身で、私が佐賀県出身で、2人とも九州なんですよ。だから今日すごく楽しみにしてきました。ミッションが指令が出ました。まず1個目、 HMV& ブックス博多にて PR イベントを成功させよう。おー、やっぱり2人で力を合わせて成功させたいと思います。それでは2つ目、バン。あっ、太宰府天満宮で絵馬を奉納しヒット祈願せよ。やったー、すごい嬉しい。やばい、なんかレインヤンが言ってたんですよ。実はなんか予想試合っこしてて、太宰府天満宮かなって言ってたんですよ。嬉しい。ちゃんとヒット祈願してお願い餅も食べたいです。レインヤンにいろいろ教えてもらいます。アニメヒット祈願 in 福岡頑張ります。すいません、ありがとうございます。もう本番直前です、はい、今からトークイベントということで、九州のこといろいろ話せたらなって思ってます。すごく楽しみです、はい、頑張ってきます。行ってきます。どうも今日こうやって福岡に来れたのはみんなのおかげやけん、本当にバリ嬉しかー。九州でこうやって来れてとっても嬉しいじゃん。またここでイベントしたいなって思っとるけん、絶対その時も来てね。よろしくお願いします。福岡ただいまー、おかえり。イベントが終わりました。大好きな九州で九州トークができてすごい楽しかったです。また絶対行きたいなって思いました。太宰府天満宮に着きました。イエーイ。ちょっと毎年私はもう年始に家族と行くのが恒例行事なので、今日はあまり来たことがないカナエルをたくさんリードして連れて行きたいと思います。はい。え、いいんですか？やったー、ありがとうございます。あったかい、できたてほやほやです。いただきます。おいしい。お餅の中にあんこが入ってて、表面はジューってしてて、いい感じの焦げ目がついてるんですよ。全然冷めても美味しいんだよね。でもあったかい方がお餅も伸びて本当に美味しいので、皆さんに出来たてを食べていただきたい。美味しい。なんか粒はめっちゃ苦手やけど、梅が餅はいけるっちゃう。今みんな並んどるお塩触ると縁起が良くなるんだよ。どこ触る？声が良くなりたいから口かな。口がヒット祈願なので、喉を健康に過ごしたいと思います。すごい。あ、懐かしい。すごい。覚えてる。綺麗。たくさん人がおるね。受験の時お母さん500円とか入れてたちょっと高いやつせーの、や1月から始まるテレビアニメ「7分の22」が大成功しますように。アニメ7分の22が大ヒットしますように。今アフレコを1話からやっていって、みんなすごく演技考えてきてるし、たくさんのスタッフさんに支えられて頑張っているので、大ヒットしてほしいなって思いました。日本全国皆さんに見ていただきたいなって思います。2つ目のミッション、無事達成しました。イエーイ。太宰府天満宮さんにメンバーと来れて本当に嬉しかったです。梅ヶ谷餅も美味しかった。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。お願い事も叶えますように。コタバラが来ました。美味しそう。いただきます。今日一日福岡で過ごして、なんかすごいやっぱレイニャンと移動中とか、やっぱ福岡いいねみたいな話をずっとしてました。方言がすごい聞こえるのがやっぱ安心感がありますね。元気になりました。2020年1月からテレビアニメ7分の22がスタートします。皆さんの期待に応えられるようなアニメになっていると思います。ぜひ楽しみにしていてください。九州の皆さんにもぜひ私たちの成長を見届けてもらいたいです。皆さんぜひ1月からのアニメ見てください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。